ハイパフォーマンスなスペックを持つスポーツセダン先進の安全装備も充実しているのが大きな魅力です今回はスバル w r x s 4をご紹介します長さ 4595mm 幅 1795mm 高さ 1475mm アクセスキーのリモコン操作で離れた場所から 全ドアの解錠、施錠が行えます。また、キーを携帯した状態で、ドアハンドルを握って解錠、ドアハンドルのタッチセンサーに触れて施錠することも可能です。テールゲートも、キーのリモコン操作で解錠できます。キーを携帯していれば、エンブレム下のトランクオープナースイッチを押して、トランクを開けることが可能です。 エンジンスイッチは運転席の右側にあります。キーを携帯した状態でブレーキペダルを踏み、スイッチを押すとエンジンが始動。合わせてメーター類も起動します。ステアリングの左側には、オーディオやナビゲーションシステムを操作するスイッチを配置。ステアリング左下に、 マルチインフォメーションディスプレイを操作するスイッチがあります。スイッチ操作でメーター中央の画面を切り替え、アイドリングストップの作動時間や車速などを表示できます。ステアリングの右側には、高速道路の走行中に役立つ i イサイトの機能のスイッチと、走行モードを切り替えるスイッチが配置されています。中央右には、 クルーズコントロールのオンとオフを切り替えるスイッチ。オンにするとマルチインフォメーションディスプレイに表示灯がつきます。中央左は全車速追従機能付きクルーズコントロールを使用中、車間距離を変更できるスイッチです。クルーズコントロールがオンの時に操作可能で、マルチインフォメーションディスプレイの中央に表示が出ます。左上のスイッチは アクティブレーンキープのオンとオフを切り替えます。オンにするとマルチインフォメーションディスプレイに表示灯が点灯します。下の2つは走行モードを切り替えるスイッチ。スポーツシャープモードは高速道路での合流や追い越しに適したモード。スポーツモードは高速道路でのドライブに適したモード。インテリジェントモードは市街地を走るのに適しています。 どのモードを選択しているか、マルチインフォメーションディスプレイのセレクトインジケーターの隣に表示が出ます。ステアリングの裏側にパドルシフトレバーを装着。マニュアルモードの時、手動で変速操作ができます。ステアリングの左奥には、ワイパー、ウォッシャースイッチ。その反対側に、 方向指示器、ライトスイッチがあります。運転席右側に4つのスイッチがあります。メーターやエアコンパネルの明るさを6段階で調整できるダイヤル。滑りやすい路面で横滑りを抑えるマルチモードビークルダイナミックスコントロールのモードを切り替えるスイッチ。短く押すとトラクションモードとなり、 VDC トラクションモード表示灯と VDC オフ表示灯が点灯します。2秒間長押しするとオフモードとなり VDC オフ表示灯が点灯。同時に車線逸脱警報オフ表示灯とフリクラッシュブレーキオフ表示灯も点灯します。トランクを開けるスイッチです。 車線変更やバック操作の時に接近する車両を検知し、ドアミラーの表示で知らせる機能を停止するスイッチ。システムをオフにすると、マルチインフォメーションディスプレイに表示灯がつきます。クリアフィンを飾るアクセサリーライナー。スイッチは運転席左下に装着されます。マルチファンクションディスプレイをインパネ中央に配置。 ハザードスイッチの下に画面切り替えのスイッチがあり、走行中に必要な情報を確認できます。左側にはエアコンモニターと後席シートベルト締め合わせ警告灯があります。ナビゲーションシステムは7インチサイズから装着可能です。エアコンは3つのダイヤルで操作。右側がメインの温度調整。中央のダイヤルで風量を調整します。 その間にあるデュアルスイッチの表示灯が点灯しているときは左右それぞれで温度調整が可能で助手席側の温度調整は左のダイヤルで行います設定状況はマルチファンクションディスプレイの左にあるモニターで確認できます赤いステッチがアクセントになったセレクトレバー D ポジションから右に入れるとマニュアルモードになりパドルシフトレバーで変速操作ができます シフトを R に入れるとナビの画面が車両後方の映像に切り替わります。同時にマルチファンクションディスプレイの画面が車両左側の映像を表示、2つの画面でドライバーの視界をサポートします。パーキングブレーキはスイッチ操作で行います。ブレーキペダルを踏みながら操作し、押すと解除。引くとパーキングブレーキがかかります。 ヒルホールド機能のオンとオフを切り替えるスイッチ。オンにするとメーター右下に緑色の表示灯が点灯。上り坂でブレーキペダルを踏んで停車したときに約1秒後に自動で電動パーキングブレーキが作動します。シートヒータースイッチを運転席の左に設置。運転席と助手席それぞれ暖かさを2段階で設定できます。 長押しすると、車線逸脱警報とふらつき警報がオフになるスイッチ。停止中はメーター中央にオフ表示灯が点灯します。長押しすると、プリクラッシュブレーキなどの機能がオフになるスイッチ。オフにすると、メーター中央にオフ表示灯が点灯します。ルーームミラーは、中央のスイッチでオンにすると、 後続車のヘッドランプの明るさに応じて自動で眩しさを抑える機能があります運転席は前後スライドやリクライニングなどを電動で調整可能最適なポジションを素早く設定できますエンジンスイッチの隣にあるボタンで運転席の位置を2パターンまで記憶させることが可能最適なシート位置をワンプッシュで再現できます マップランプはレンズを押して点灯します。サンバイザーは裏面にバニティーミラーを装着。照明がセットになっており、暗い時間でも活用できます。左右のフロントドアには大小2つのポケットを用意。下のポケットにはボトルホルダーが付いています。 運転席の右下に ETC 車載機が装着されます。セレクトレバーの奥に広いスペースのトレート、アクセサリーソケット、USB 電源2個を設置。電子機器を充電するときに便利です。運転席と助手席の間にあるカップホルダーはスライドカバー付き、その隣に 細長い形のトレイがあります。蓋の部分が前後にスライド操作可能なコンソールボックス。中にアクセサリーソケットが装着されています。また、カバーの裏側にはカードホルダーも設置されています。樹脂席の正面にはグローブボックスがあります。 車検証入れに適したスペースです左右のリアドアにはポケットとボトルホルダーが分かれた形で用意されています運転席と助手席の裏側にはマップなどの収納に適したポケットを装着していますリアシートの中央に収納式のアームレストを用意先端部分はカップホルダーに利用できます トランクルームは奥行きがあり、フラットな空間になっているのが大きな特徴。開口部も広く作られており、荷物の積み下ろしがしやすくなっています。トランクルームの天井にトランクの開け閉めに連動して点灯するランプが装着されています。床下のサブトランクは工具類をすっきりと格納できる作り。サブトランクを外すとスペアタイヤと ジャッキが格納されていますリアシートは片口にあるロックノブを引き上げて左右それぞれの背もたれを倒すことが可能トランクルームに対してフラットな状態になり荷室を大きく広げることができますこの字型のポジションランプがスタイリッシュな印象を強調するヘッドランプ LED を採用し ドライバーの視界をしっかりと確保しますリアランプにも LED を採用し視認性を向上中央にはリアフォグランプも装着しています安全装備とともに車としての機能性も充実スタイリッシュに使いこなせるスポーツセダンスバル w r x S4 のご紹介でした。